はい、皆様こんばんは。7月の5日午後6時13分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日、週中水曜日の配信を行っていきたいと思いますけれども、今私の隣にデビルマンが座っております。よろしくお願いいたします。お払いラッシュ確定いや、ラッシュ確定って 90% ループですか？はい、お払い 90% ループでございます。今週の何曜日に行く予定？土曜日ですね。土曜日に、はい、なるほどなるほど。実はね、はい、昨日一昨日かな、うん、はいはい、今からねメンタルマネージャーのツイッターの方をちょっと見たいんですけど、はい、まあここね、うん、書いてますよ。去年から立て続けに不幸が続くと、はい、そうなんですよね。いやいや、もう15年そうです。15年ぐらい不幸だけれどもというふうに言っておりますけれども、うんうん、もう本当にね、もう人生の大半が、はい、不幸で染まっている、はい、むしろそれが普通、そうですね、っていう状況になりつつあるみたいな、ね、ええ、うん、このままいくと人生の2分の1がね不幸になっちゃうので、そうだよね、ちょっと止めないと、まあ、ちょっとこう、うん、歯止めをかけていかないとというところ で、 そうなんです。今週の土曜日、はい、どこに行くんですか、その神社、はい、予約して、あ、お寺でございます、ね、お寺に、はい、まあ私たちもね、はい、まあ一緒に行きますから、そうなんですよ。でどんな形でピカピカ出てくるのか、はい、やっぱりこう楽しみなところではあるとそうです、ね、いうところでございますから、ぜひとも全ての、はい、黒いものを黒いものを、ね、そこで洗い流していただけたら、はい、当然私ビットマン TV、はい、構成員としても、はい、めちゃめちゃ嬉しいところがございますから、嬉しいです、よろしくお願いいたします。そうですね、ピカピカになろうかな、そうでございます、はい、思ってますので、まあね、ちょっと話はちょっと前の方にね、まあ変わりますけれども、はいはい、まあこの前の動画だったかな、うん、ビットマン TV がブチ切れていたの、あ、はい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 、この前でしたか、この前、まあ何日か前かな、ね、この動画の1個前じゃない、それこそ、あ、そうだね、そうだよ ね、うんうんうん、そうだね、なんかこう人生は行動あるのみみたいな ね形でこうサムネイルも作っておりましたけれども、はい、聞きましたあれ、はい、もちろんでございます、なるほどね、まあ、アウトプットしろと、もうそうですよ、もうとにかく動けと、そうです、ね、考えたっちゃ何も状況は変わんないんだから、はい、とにかく動きなさい、あなたはドゥしろとね、ドゥです、うん、はい、ドゥです、はい、それがやっぱり重要なところかなというふうに思いますから、そうですね、あれを聞いて、はい、もう感銘を受けたわけでしょ、もう感銘を受けましたね、そうですよね、当然行動も変わってくるわけですよね、はい、変わってくるわけでございます、ドゥをするわけでございます、もうあなたの口からドゥっていう言葉が出てくる、はい、また英語来たかっていう、いや、そうですね、デイリーからのドゥデイリーからのお前はマジで、はい、ふざけてんのかみたいな、Do, play, I can でございます。いやー、いいっすね、いいっすね、本当にね、頑張ってほしいなというふうに思いますけれども、そうですね、まあそこに対してはね、うん、まあ聞いてらっしゃらない方ももしかしたらいるかもしれませんけれども、はいはい、まあ聞いて、もしね、いらっしゃらない方がいるんであれば、うん、この動画の1個前、はい、聞いていただけたら、はい、私が、動画越しにメンタルマネージャーを詰めに詰めまくっている、はい、動画が作成されておりますから、はい、まあ楽しみにね、そうですね、していただけたらというふうに思いますよ、はい、で、それから後に仕事場でちょっとあったらね、うん、なんか気まずそうな顔してましたけども、大丈夫ですか？いや、まあ、さすがにね、さすがにクソ野郎からの、俺が会った時にさ、ビットマンにさ、ハイタッチしていたらおかしくない？おかしいやろ。いや、それはそれと面白いですよ、こっちは。こいつも終わってんなで、もうハイタッチしますよ、私も。職場に行ったらクソ野郎がハイタッチしていたみたいな。それで、ね、流れはおかしい。そうですよね、題名からね、もう口先だけのクソ野郎ぐらいの勢いで、うん、ね、Twitter 作ったわけでございますけれども、はい、まあなかなかね、うん、こう、意識を変えていくというか、まあ行動を変えていくって本当に難しいことだけれどもね。まあそうですね。やっぱりこう、うん、言ってる側としても、まあ難しいというのは分かるんですよ、ビットマン TV としてもね。はいはい、やっぱ当然、うん、やっぱり考えるだけが楽だね、うん、行動を起こすのは、まあ、一番難しいことではないと思ってますけど、うん、いやいや、現に私行動を起こしてるんで、そうですね、そういった意味で言うと、うん、まあ、私がしてなくてね、うん、言うのはこう矛盾があるだろうという感じなんですけども、うんうん、やっぱりこう行動をね、起こしてる側の人間から言わせてもらうと、うん、こうイライラするわけですよ。そうですね。確かに。しかもほら、まあ、動画越しでね、見ていただいている皆さんは、私のほら別に近くにいるわけじゃないんで、うんうん、こう動画からね、一方的に私が、うん、話すだけなんで、はいはい、その状況わかんないじゃないですか。そうですね。でもあなたの場合は、うん、まあ、ほら、ビットマン TV がもうほぼ横にいてね、うんうんうん、まあ、どういった行動をしてるのかっていうのも全部逐一わかるわけでしょ。まあそうですね。まあ、親よりも親レベルに見てる。まあ確かに。そういうところがありますから、確かに。お金の管理も僕しようかぐらいの勢いですよ。まあそうですね。もうそれぐらいの勢いなんですけども、はい、まあそういったところをね、まあ見ていくと、うん、やっぱりこう、口先だけの、うん、クソ野郎っていうあの題名、間違いじゃなかったですよね。まあそうですね。そこら辺は、こう受け入れてもらってという形で、そうですね、よろしくお願いいたします。はい、まあ、まあうん、配信ね、聞いてやっぱすごく思ったのは、はいはい、やっぱり意識変えるのはすごく難しいんですけど、はいはいはい、行動を変えれば意識も変わっていくかな、
っていうところそうですよね。よくよく考えたら、うん、ビットマンもね、うん、昔からしてだんだんこうやることとか意識が変わっていったのは、多分行動し始めてからだもんね。それはめっちゃありますよ。確かにね、そうそうそう、それをねちょっと考えたんですよ。いや大学の時とか、うん、やるやるやれるやってなかったっていうのこれはもう配信でも言ってますから、うんうんうん、で面倒くさいことは後回しにしてみたいな、うんうんうん、で結局大きな問題が積もり積もってみたいな話もしたでしょ、うんうん、だから そ, う、ね、そうなんですよ。だから考えたって行動しないと何も、うん、いい状況には改善しないなっていうのはそこで分かったんで、うんうん、行動してから考えるというふうに順序を入れ替えたわけですよ、ね、そうですね、そうすることでまあ見通しが良くなってきたよねみたいな、うんうんうん、ことがありますから、うんうん、まあまあメンタルマネージャーが今言ったようにそう行動してから考えていけばいいんじゃないのっていうね、うん、そうですね。ところでございますよ。あの意識もね変わってくるっていうのについてくるかなっていう、そうそうそう、うん、だってね考えて、うん、もしね考えてから行動したって、うん、また新しい問題点が出てくるわけでしょ、まあそうですね、でまた考えないといけないわけじゃん、うんうんうん、だからもう行動してから、新しい問題点が出てきた時に考えればいいんじゃないっていう、うんうんうん、だから行動する前に考えることこそ、うん、時間の無駄というかね、はいはい、まあ、無駄じゃないですけど、まあ、何やってもいいってわけじゃないと思うんですけど、うんうん、ある程度こういうことやろうって思ったら、うん、もうやっちまうっていうね、はいはい、のが一番ベストかなというふうに思いますから、うん、そうですね、まあそこは今後の、うん、まあクリプトマフィアの、はい、まあ、ボスとして、うん、ちょっと期待していきたいなというところがありますから、そうですね、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、皆様もよろしくお願いいたします。もう次、もう次です、はい、もう次切れたら知りませんよ、はい、鼻くせやろうプリウス知りませんプリウスねマジで。あこれあの皆さんにも言ったんですけど、はいはい、プリウスのね、はい、ライトです。あライトライト、ヘッドライトも交換したというところで、はい、一個一個こうね、うん、問題点を、まあ、処理してるわけじゃないですか今、はいはいはい、でとうとう今週のね、うん、土曜日に、うん、まあ、先ほど言ったように、うん、お祓いに行くということで、はい、もしかしたらこう最大のね、うん、問題点が解決できるかもなというところがありますから、まあそうですね、はい、よろしくお願いします本当に。本当ね、行きましょう。あなたの人生がね、うん、素晴らしいものになれば、そうですね、本当に私も、はい、お金をもらいたいです、あなた。いや、そうですね。本当に、はい、もう本当によろしくお願いします。ガッポガッポね。そうです、はい。家族います、私。そうです、ね。本当にもう家族の分全員よろしくお願いします。はい、そこはちょっと期待をしていきたいなというところで。そうですね。まあでもね、ご視聴者様、あの、TS さんとかね、うんうん、あの、心配してくれてましたよ、本当に。いや、本当、それはありがたいです。もうそんだけ喧嘩してんだったら、うん、もう生配信で決着すれば、みたいな感じに、そういうニュアンスで言ってましたから。はいはいはい、まあそこはなかなかね、あの、今ね、あの、生配信する時間もちょっと取れないんですよね。まあそうですね。あのビットマン TV として、うん、だからまあここに関しては、まあ7月の後半あたりにできればね、ちょっとやれればいいかなって、うん、ね、生配信関係はね、はい、ちょっとこう思ってますから、うん、まあやるときはまあゲリラ的にはやらずに、うん、クリプトマフィアはちょっとゲリラ的に出していく感じにしてますから、はい、ね、生配信にビットマン TV の生配信に関しては、うん、ちょっとこう予告してね、はい、いろんな方が集まってほしいなというふうに思いますので、そうですね、ここは予告していきましょうかね。はい、よろしくお願いいたします。まあやるときは7月後半あたりかなというところ。そうね、やりたいですね。あとは、はい、やっぱりこうメンタルマネージャーがいるからね、はい、今日はメンタルマネージャーですよ、はいはい、あの、ね、いるから、はい、やっぱりこう夏もうサマーですよ、ね、もう嫌な話はもう置いておきましょう、もう今週土曜日に済めて終わるんだからもういいんですよ、サマーですよ、大丈夫、ちょっと2オクターブぐらい上がったやばいっすよ、やばいっすよ、羽がちょっと今ブブゼラあったらめっちゃ鳴らしてますよ私、うおマジで鳴らしてますから、それぐらい ね楽しみなイベント、あーシーズンオンが来ますからね、来ますから、とうとうビットマン TV の季節がやってくるということで、とどうなんです、いやもう、いやもう待ってる、逆にあのやばいっしょ、川とかあの、ね、魚たちが、そうだよね、向こうが待ってだよね、ビットマンは、あとはもう、うん、やっぱりもうバーベキューね、バーベキューね、あとはもう、うん、やっぱり目玉フィリピンね、あ、目玉、そうね、やっぱりここよそうですね、今年はカジノやっぱりまた行くでしょ、あ、まあそうですね、あの、もうあなたのもう全てのもうあなた本当に分かりますよね、もうこれ前から言ってますけど死神がついてたんですよ、ずっと、まあまあそうですね、ね、うん、それを土曜日、はい、お寺に置いてくるということで死神さんを、はい、そうですね、はい、今年のカジノはもう行くっしょ、うん、行くっしょ、勝つっしょ、まあそうですね、頼みますよマジで、うん、もうディーラーにね、謝らせたい、マジで本当に、うん、もう去年のね、うん、あの見苦しい姿これ見せられないなっていうところがあるでしょうから、ね、まあまあ確かにね、やっぱり今年はフィリピンでカジノ勝って帰りたいなと、そうですね、旅行代金をね、うん、ちょっと回収して帰りたいなというところもありますから、はいはいはい、ここはやっぱりこう期待をしています、そうですね、で今年の夏に関して言うと、うん、フィリピンね、うん、ちょっとこうこもり気味で行こうかなと、はいはいはい、ですからあのほらあの前回ね去年の、うん、あのフィリピンは、はい、夜だったんですよね、ホテルに着いたのが、そうそうそう、だったんですよね、うん、遅かったです、夜の10時ぐらいだったかな、そうですね、着いたのが、うん、で、その今年をねちょっと変えて、うん、あの朝、はい、もう着くようにね、うん、スケジューリングもしておりますから、はい、朝からもうこうプール行ったりとかね、うん、まあ、子供たちをまあ遊ぶところにこう連れて行ってからの、そうですね、もうそこから、うん、もう5日間連続です、もうずっと、うん、もうずっと、ずっとね、ずっとカジノです、
ポールベインズ、でも初日に遊び連れてったろうっつって、はいはいはい、子供たちはそうです、ね、もう知らんからね、はいはい、まあ、そういう人とかしないですけど、そうです、ね、まあ、ここは楽しみなところかなというふうに思いますから、まあそうですね、今回はちょっと仕留めに行きますよというところでね、はい、ちょっとこうカードゲームとかもいろいろやってみたいなというふうに思う。あ、確かにね、ちょっとこう、うん、分かりますでしょ、経験としてね。そうそう、この前はブラックジャックぐらいだった。そうでしたね。だからそれ以外のものもちょっとカードゲームやりたいなというふうに思いますから、はい、そういったところ含めて楽しんでいきましょう、うん、よろしくお願いします。いや、間違いないです、ね、まあ、またそこに関してもね、はい、あのフィリピンの生配信に関しては、はい、フィリピンに行ってる時8月後半あたりです、うんうんうん、この時に間違いなくね、はい、やらさせていただこうかなというふうに思います。そうですね、去年のフィリピン動画に関しては、うん、ライブ生配信というところ、チャンネルの方にね、はい、あのライブ生配信かな、はい、という、まあ、いわゆるところに入っておりますから、はい、チャンネルの方に行っていただいて、はい、ぜひとも去年のちょっとおさらい的なものをしていただけたらそうですね、いうふうに思いますので、よろしくお願いします。で、行きましょう、行きましょう。はい、今、ビットゲットさんの方で、はい、ローンチパッドがね、開催されております。はい。計測期間中。うん、で、7月5日ですから、今日の、はい、夜中の1時に、これ日本時間です。うん、計測時間がね、はい、終了ということで、だけども、あ、そっか、これ、ローンチパッド参加するためには、ジンさんからね、はい、先ほど来まして、投資ボタンを押すっていうのを忘れないでねって来ましたから、なんか、ちょっとめんどくさくなってたよねってちょっと思った。作業が増えたね。うん、ちょっとね、だからこういったものがない方が良かったんじゃないかなっていうのは思うんですけど、うんうん、ちょっとごめんなさい、14時までだったらしいんですよ。うんうんうん、一応、ツイッターではね、6時間前に流させてもらったんですけど、うんうん、まあ、一応これを押していただいて参加した方はね、ある程度、はい、まあ、楽しみなところがあるんじゃないかなというところで、はい、よろしくお願いいたします。はい、で、今思い出したちょっと過去の嫌な記憶を清算しようと。昨日ね。ええー、そうでございますよ。うんうんうん、生産してきました。あ、もう生産したの？生産しました。大丈夫です。マジで？もう完璧に仕上がっております。一瞬で？もう一瞬です。あ、なるほどね。今日の昼間です。あ、なるほど、なるほど。もう今日の昼間完璧に終わらしてきましたから、はい、もう何にも問題がないというところで、はい、もうね、私、はい、ついていたものすべて、すべて削ぎ落とした。置いてきました。すごいすべて置いてきましたから、完璧です。完璧やな。もし今から目の前から来るんであれば、はい、間違いなくワン、ツー。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 みたいな形で、はいはい、対峙していこうかなと、いうところでございます。うん、まあ、とにもかくにもごめんなさい、話ずれましたけれども、はい、ビットケットさんのね、うん、ローンチパッド楽しみに、はい、お待ちしましょうということで、よろしくお願いします。お願いいたします。で、行きましょう、行きましょう。はい、ちょっとボスもね、この後用事があるので、はい、重要ニュースまで、はい、お付き合いのほどいいですか？行きましょう、行きましょう。行きましょう。はい、まず、まあ、お一つ目、はい、お一つ目というか、お一つだけしかないんで、さくりと終わります。はい、行きまーす。はい、ビットコイン相場が3万5000ドルで失速する可能性があるというふうにアナリストの方が警告をしているということですね。はい、ちょっと昨日ね、配信できなかったんですけど、うんうん、まあ、ツイッターの方では流していた、昨日3万1000、それこそ年初来高値付近まで、はい、迫ってくるような上げがあったんですけれども、うんうんうん、ちょっとそこからね、調整売り的なものが入って、今押されて落ちてきている状況。はい、3万700から800ドルぐらいかな。うんうん、ただまあ、金曜日かな、はい、FOMC があるんで、はい、やっぱりちょっとそこの結果待ち的なところもちょっとあるのかなと、うんうんうん、そういったところも含めていくならば、出来高とかもね、はい、今あまり伴ってないような上げにもなっておりましたから、はいはい、ちょっとこう市場に参加している方々が、はい、まあ、様子見なところもあるのかなというところ、はい、だから大きく動くんであれば、今週の金曜日の 夜かな、うんうん、夜あたりに大きく動く可能性がありますから、抜けていくんであればそこがタイミングになるんじゃないかなというふうにもちょっとこう思いますからね、はいはいはい、まあ、期待をしていきたいところ、うんうん、でそこに伴って3万5000ドルで失速する可能性があるよと、はい、行きましょう。はい、ビットコイン強気派はビットコインの価格行動を3万5000ドルを超えるために、うん、はい、厳しい任務に直面していると新たな分析がね予測をしていますと、はいはいはい、でトレーディング企業の QCP キャピタルは、はい、7月5日の最新のね市場アップデートでビットコインの強気市場が、はい、冷静になる可能性のある地点として3万ドル台半ばを上げたと、はい、だからそこに行くまではまだ強気相場の、うん、真っ只中にいるよという認識でいいのかな、うんうんうん、で、ビットコインが FTX ラリーのピークに向かう、いきましょう。ビットコイン価格が3万ドル前後で停滞をしていることから、はい、その大半の利益がねすでに現実化したのではないかとの懸念が高まっていますと、はいはいはい、で、だからまあ3万ドル付近でもういわゆる短期筋の方々も売りに走ってるし、うんうんうん、年初来からも握っている方々ももう1万5000ドルぐらい、1万台ね、うんうんうん、1万5000ドルぐらいのまあ利益が取れているような状況ですから、うんうんうん、まあ、手締まっている方もいるのかなというところで、なるほどね、うんうん、で、3万5000ドルから4万ドルの間のエリアは高値を捉えようとする、市場参加者の間で特に人気があり、はい、QCP もその一つであると、はいはい、で戦術的に、短期的にこれをプレイするための私たちの好ましい取引は、はい、9月末の3万3000ドルから3万5000ドルのコールを売り、うん、はい、そのプレミアムを使って3万ドルのプットをね、
使うことであるというふうに言っている。で彼らは、下半期のトレーディングの計画について要約をしたということですね、はいはい、で QCP は特に、移動平均収束格差、まあ、MACD 線ですよね、はいはい、MACD インジケーターでの3万5000ドルでの抵抗の存在を指摘、うんうん、MACD は、市場トレンド中の特定のレベルでの価格強度を測定するために設計をされたものだということですね、はいはい、で、上値レベルはここからのラリーが11月の FTX 安値からの第5波の終わりとみなされるためうまく機能すると彼らは続けたということですね、うんうんうん、で3万3000から3万5000ドルのレベルも、ウェッジ抵抗が見られるところであり、うん、また MACD がね3年のトライアングルレジスタンスに達するところであるというと、うんうんうん、いうところですね。で上から下行きましょう、また QCP キャピタルは冷静なマクロ経済環境が市場に対してほとんど変動の手がかりを提供しない可能性も言及していますはいはいはい、で、FRB は引き続き高派であり、うん、当局者らは、インフレが一貫して、下降傾向にあるにもかかわらず今年中にさらなる利上げがね行われると主張していると、うん、前回は利上げ一時停止しておりましたけれども、うん、また再開をね、してくるんじゃないかというふうにまあ言われていると、はいはい、で、マクロ面では FRB は、今月の追加利上げに向かって、固執しているように見える、うん、でこれは市場で織り込まれているが、そしてインフレは年末まで 3から4% 前後で停滞する可能性が高いということですね、はいはいはい、でこれは石油価格の低下からの好ましい基本効果がこの四半期に終わり、高頻度の家賃価格が上昇し始めるからだと説明をされているということですね。でこれはインフレの低下が市場を興奮させている一方で、うん、フェドが 2% のインフレ目標に標準を合わせたままでは、まだ利下げに十分でない可能性がね高いということを意味するというと、まあ先月のね利上げ一時停止、はい、これ本当に一時でしたね、一緒に本当に一時だったなっていうところが思うんですけど、もう今は利上げが織り込まれているような状況にはなってるのかなと思うんですけど、まあどうなっていくのかというところですよね、うん、で過去1ヶ月間のビットコイン価格強度の主要な触媒となっていたアメリカによる最初のね、まあこれね現物型のビットコイン ETF の承認の可能性についても、はいはい、すぐに決定されることはないだろうと QCP は付け加えたということですね、はい、まあ一応ね延長とかも含めていくならば来年、うんはい、のっていう風な話になってますから、うんうんうん、確かに今現物 ETF 申請されてますよ、はい、だけどもすぐすぐ決まるかわかんないけど、うん、一回ねブラックロックだったかな、はいはい、現物の ETF 申請して、うん、それがちょっとこう却下というか、うん、まあ不十分だよみたいな感じで差し戻されたんですよ多分ね、はいはいはい、そこから結構スピード感を持ってまた再申請してるんで、うん、そういった意味で言うと結構こういうところをこうしてくださいねって SEC から言われてる側面もあるんじゃないかなって思うのよ。ああ、なるほどね。わかる。だから、うんうん、ほら、普通ね、書類の差し戻し系ってなると、うん、まあ、ほら、拒否するんであれば、うん、なんか、もう何もアドバイスもなくもう差し戻すと思うのね、うん。そうね。ただ、そっからめちゃめちゃ早い時間ですぐ再申請したから、うんもう本当にさっきみたいに SEC 側からもうピンポイントにここ変えましょうかみたいな、うん、これで出し直してくださいっていう、うん、なんか感じがした提の可能性もあるってことよね。なんか思いません、うん、皆さんも。だからそれ考えていくならば、うん、今回のこの再申請のスピード感って、うん、いやさっきもねちょっとこうね今ここでは、うん、すぐにね現物 ETF、承認されることはないだろうと言ってますけど、うんうんうん、蓋開けてみるまでわかんないし、うん再申請のスピード感を考えていくならばいや、うん、意外と早かったりもするかもねと思う。そうだね。もしかしたらワンちゃんマジで今年中とかあるかもねって、うんちょっと思ったんで、うんうん、そこも含めていくならば、うん、期待感が持てるところだったんじゃないか今回の再申請のスピード感は、はいはいはい、っていうのはちょっと思ってるところ。なるほど。いきましょう。で、バイナンスでの3000万ドルの売りいきます。一方で、トレーダーたちは新たなビットコイン価格のね調整の可能性を取り上げていたと、はい、で、リフレクシビティリサーチの共同創設者の方は先物トレーダーがビットコインにね全員が強気であるわけではないことを示すデータを共有、はい、また、モニタリングリソースのマテリアルインジケーターズの共同創設者の方は新たな抵抗のブロックが、バイナンスのオーダーブックに3万6000ドルで現れたため、うん、反落を予想していると述べたということですね、うんうんうん、で、強気派が3万6000ドルに到達するとは思っていないが、はいうんこのラリーがまだ終わったとは思わないと、うんうん、で間違っているかもしれない手がかりを得るためにチャートを見ていると3000万ドルのね、うん、売りの壁を示すチャートとともにコメントをしているとうんですね。でトレイビューからのデータは執筆時点でドル建てビットコインが3万800ドル近くでね取引されていることを示していますと、はい、ということですね。まあこういった形で出てきていますよと
ということで、ちょっとね、今直近、昨日は上がってたんですけど、うん、本日はね、ちょっと売り圧がかかってまた落ちてきているような状況になっている。ね、うん、まあ、抜けそうなね、形にもやっぱこう見えるっちゃ見えるんですよね。うんうんうん、もうやる気満々の強気派優勢の形には見えるんだけれども、うん、ちょっとこうまだね、価格のもう一段上げ、はい、さらなる爆発っていうのが、うん、起こってないのはやっぱりこう今週金曜日にある FOMC 待ちっていうところもやっぱあるのかなっていうのを思いますけどね、はいはいはい、あと一つはあの現物 ETF のね、うん、あの話題で今回バーンと上がっていったじゃないですか、はいはい、だからちょっとそこでの話題性の落ち着きっていうのもやっぱあるのかな、うん、そうね、一旦ね、一旦ちょっと消滅みたいな感じで、うん、ちょっとあるのかなっていうのも思ったんで、うん、今回ちょっとこう抜けられなかったのがね、なんかちょっと嫌な感じも しなくもないっていう嫌な感じで残るよね、ちょっとね、一発こう大幅に落としてきてもおかしくない感じがちょっとまた再熱してきたなっていうのは思うんですよ。そうですなんで、うん、でもこの感じを払拭するのは、今週金曜日 FOMC かなやっぱりっていうところもやっぱあるんでね、うん、そういった意味で、を含めていくならば今週、はい、うん、また要注目のね、うん、相場がやってくるんじゃないかなというところで、うん、まあトレードをね、まあ、頻繁にしている方々は、価格変動には要注意でいきましょうということでよろしくお願いいたします、うん、はい、まあね、いいニュースが流れてきたらまた何かしら足を引っ張るニュースが出てきてみたいな ねこうなんかこう上げたくない勢もやっぱりいるのかなという感じもするんだけれども、まあイケイケどんどんにね、うん、なかなかちょっとこうなっていかない側面もあるから、うん、ちょっとこう歯がいところもあるけれどもね、はい、まあビットマン TV が思うのは、うん、現物 ETF、うん、いずれ、まあ、いつね、うん、承認されるかは分からないけれども、うんうん、いずれ必ず承認をされてくるでしょ。そうなんですよ、うん、でそれが承認された後のやっぱり爆発力っていうのは、うん、金でもう証明済みじゃないですか、うんうんうん、そういったところも絡めていくんであれば、前からもずっと本当に言ってますけど、はい、もう超長期的なね、うん、ポジション取りっていうのは一つありなんじゃないか、ロングポジション取り、うん、そうですね、10万ドルとか15万ドルとかいう話もありますから、うんうん、10万ドルから15万ドルぐらいまで上がっていくとかね、そうですね、むしろそれを高い金額まで上がっていくっていう風に言ってる方もいますし、うん、本当に現実問題としてそうなった時に、うん、あの時ビットマン TV 言ってた時にちょっとでも買っとけばよかったなって思う方ね、多分出てくると思うんですよ。そうですね、うん、だから、うん、そういったところの後悔がね、うん、したくないんであれば、うん、まあ、FX やる方であれば維持率をかなり高めに設定してポジション、はいはいはい、まあ、例えば本当に1万ドルとか、まあ、年初来の安値を割り込むまで1万5000ドルぐらいの下落に本当にもう超大幅下落ですよね、うんうん、耐えられるぐらいのレベル、はい、まあ、2万ドルあたりはあの今年もう一回つけに来るんじゃないかなってビットマン TV も一応予想はしてますけど、そうですね、言いましたけどね、これ前のね、はい、動画の中で、だから2万ドルあたりでも仕込めるぐらいの、うんうん、玉量を今ちょっと入れてみる、分かんないですからね、そこタッチしてくるかどうかも、そうですね、タッチせずに上にグググって上がってくるかもしれないんで、それはもう神の水を知る動きなんで、うん、だからそうなった時にあー2万ドルまで落ちてくればなーって、だから、うん、あ、ね、あの2万ドルまで落ちてきてじゃあ買おうと思ってる時に、うん、人間ってどうなるかって言ったら、じゃあ今仕込まないんでしょ、うん、上がってきたら焦りが出てくるんで、うん、そうですね、逆に高値で買っちゃうっていうパターンもあるんですよ。確かにね。だから今結構3万ドル付近でもじもじしてるんで、ある意味、ここって、このラインって耐えどころラインなんですよね。うんうんうん、だから2万ドルタッチせずに、本当にこのまま3万ドルで足固めて上にもう一度バーンと上がってくる可能性もこれゼロじゃないんで、うん、そうね、うん。そういったところを加味するならば、まあ購入する手始めの段階、金額としてはね、うん、いいところにいるんじゃないかなっていうね、思うところはありますからね。はいはい、そういったところも加味して、うん、無理ない、うん、まあ言ってしまうと資金管理、玉量で、うんうん、2万ドルまで最悪落ちてきてもさっきも言ったように購入できるような玉量で、うん、今ちょっとこう、指標となる金額として仕込んでいくのはいいんじゃないかなというところでございますけどね、うん、ちょっとそこら辺を考えてみてみましょうということでよろしくお願いいたします、うん、はい、それではね、本日ご案内、まあ、メンタルマネージャーが土曜日にお花に行きますよというご案内と重要ニュースになりました、はい、そして行きましょう、本日のチャートムゼーパパプーパパプーパパプーパワー、よろしくお願いいたします、お願いいたしますと一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開していきたいと思います。チャートはビットコイン、イーサリアム、あとはリップルと最後締めくるのはペペを見ておきましょう。ペペね、行ってみたいというふうに思いますよ。行きまーす、まずはこちらビットコインですね、行きましょう、ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が3万と692ドル付近をね推移しているような状況になっております。で、昨日ね、いい形で上を攻め入っておったわ、昨日一昨日かな、攻め入っておったわけでございます。3万1350ドルあたりをね、付けに来てから、まあ一昨日ですよね、昨日ほぼ全戻しして、落ちてきて、下落をしてきてしまうというようなね、状況になっておりました。で、こちらちょっとこうね、4時間足レベルでまず、短期的な方を見ていきたいなというふうに思うんですけど、まあこういった形でね、操作ボトムを、うん、操作ボトムをうまい具合に作っておりました。ですから、この3万1400ドルを超えていくことをちょっとね、ビットマン TV も本当に、一昨日かな、期待をしていたわけでございますけれども、ちょっとそこが叶わずに今下落をしてきているような状況を、まあそれを加味していくならばね、やっぱり操作ボトムの底付近、2万9900ドル付近かな、
このあたりをちょっとこうね割れ込んでしまうと $29,900 あたりを割れ込んでしまうと一旦作られていたねあの下落の平行チャンネル内にも戻ってきますし、まあ4時間の短期なんですけれども長期のね移動平均 AA 線この赤いラインですよ、この赤いラインも下回ってくるような形になりますので、まあ当初言って、まあ当初というか7月に入った直後にね言っていた通りここでございますね、月足に次戻しましょう。はい、29,900 を割れてくると下髭をね伸ばすような動きが今月も出てくるんであれば28,600まで下掘ってくる可能性がありますよというふうに言っておりましたから、29,900 を割れ込んでしまうと28,600っていうところのね価格の目がちょっとこう出やすくなってくるかな、出てくるかなというふうに思いますので、そこは注意しておいてくださいね、よろしくお願いいたします。ですからそういった面も含めていくならば今下落の方向にねちょっとまあ調整売りみたいな形で落ちてはきておりますけれども、29,900、まあ3万ドル付近での、まあ言ってしまった反発狙い、反発狙いをやるにしても、まあ今のね、この値動き的な形で行くならば、まあ下は3万ドル、うん。で、上に関して言うと、31,400ドルかな。だから年初来高値の31,400ドルで、レンジを組んでくる可能性がありますから、FX 関係でロングイン、ちょっとこうチャンスして、で、ロングインチャンス欲しいなという方がいるんであれば、まあ29,900から、まあ、3万ドルあたり切り板のね3万ドルあたりでロングインをして、反発狙い、レンジの上端値31,300ドルを狙うような形でねやっていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つ意識しておいてください。まあ、切り板の3万ドルはねやっぱりこう市場心理としたら守っていきたい勢が多いでございましょうからね、ここに関してはまあロングチャンスとして今ちょっと落ち目になっておりますけれども、意識しておいてもいいんじゃないかなと。ただし29,900を割り込んでしまうと、ちょっと短期的にねまだ調整が、引き続き行われて、いいですか、何遍も言いますよ、28,600ドルあたりをこう狙ってくるような下落がパリーと起こってくる可能性がありますので、29,900 を割り込んだら損切りをねしていくっていうのが得策かなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、日足ね、今こういう風な形で見ておりますけども、今これ日足でございます。日足の MACD 線もねちょっとこう下から2番目のグラフデッドクロスをね起こしかけておりますから、そういった意味も含めていくならばちょっと嫌な雰囲気がね流れ出しているよというのは、肝にね銘じておいてください、よろしくお願いします。まあ、とにもかくにも3万ドル、でのロングイン、反発ロングインしていくんだれば29,900割り込んだら損切りっていうところをねちょっと意識しておきましょう、よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう、次行きましょう、次はこちら行きます、行っちゃいます。ビットコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモ、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が、1921ドル付近をね、推移しているような状況。で、今ね、上値をちょっと押されているのが、まあね、うまい具合に1940ドルを超えてきて、逆算図をね、成立させていった。そして、日足の邪魔な雲の上端値もね、うまい具合に抜けていったんですけれども、ちょうどこのヒゲの先端、1980ドル付近にね、この月足の短期の移動平均線があって、それがちょっとこうね上値を今重くしている側面がありますから、まあ月足ですからね、かなり長い時間軸での話なんで、ちょっとこうね月始めにそこまで意識はされてこないかなと思ったんですけど、上がってきたらやっぱりこうね意識はされてきましたね。だから1970から80を超えていかないともう一段上に行けないのかなっていうね、ちょっとこう今思っているところ、やっぱりヒゲで押されている感じをね、見てみると、ただまあ、冷やしレベルで行くならば、この逆三尊もね、しっかりと成り立って成立しておりますし、あとはさっきも言ったように、この雲のね、冷やしの雲の上端値もオールクリアしてますから、値打ちとしたらね、これね、いいとこだったんですよ、おとといは。うん。ロングインする場所としたら、全然申し分ないね、全然問題ないとこにね、ありましたから、まあ、ロングインチャンスでしょうというふうには言いましたけれども、月足のね、ちょっとこう短期で今押されて落ちてきている、そしてビットコインの下げにもやっぱりこう、釣られている側面があるのかな、というふうには思うところでございますから、ちょっとおとといのね、に関して言うとちょっと騙し上げみたいな形にね今なっているようなところで、一応ポジションをね取っている方、まあ損切りここ割れたらちょっとね下に走っていくんじゃないのっていうのがやっぱり1850ドルあたりですよね。このあたりっていうのはまあ、雲がねある程度支えになる可能性もありますけれども、1820とかね、一応ほら短期とか長期、中期の移動平均線も密集してますし、ある程度レジスタンスとして意識されていたラインかなと。このラインは、サポートからのレジスタンス、そしてもう一度サポートとして転換しているようなラインになってますから、まあ1850ドルあたりを割れ込んでしまうと下にずるーっとねもう一回こう掘ってくるような動きが出てくる可能性がありますので、そこはね注意しておきましょう。もし損切りを設定していない、今の段階で全然ね、ここ1940を抜けてロングインした方、損切りを設定していないんであれば、まあ1850ドル、1850ドルを割れ込んだら、ちょっと嫌な目線がね、より一層深まってくるかなというふうに思いますので、損切りラインは1850を割れてからっていうのがね、一ついいかなというふうに思いますので、ここは意識しておいてください。一応、長期と短期の移動平均が冷やしレベルで存在はしているので、サポートラインとして機能してくる可能性はあります。1860ドルあたりがね。ただ、どうなってくるかわかりませんので、まあ結果論ね、戻ってくれば
ればよかったんですけども、よかったよかったって多分なると思うんですけども、やっぱり FX である程度大きく張っている方はね、やっぱこうシビアに損切らしていくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。おそらくイーサリアムが$1,850あたりをつけている時って、ビットコインも多分ね$30,000あたりをつけている時だと思うんですよ。だからどっちもかなり過強に差し迫った金額をつけているような状況だと思うんで、そこはね、ちょっとこう照らし合わせながら相関性を見ながらちょっと考えていくのがいいかなと。まあ、とでもかくにも今ね、まあ逆三尊成立させてますし、日足の雲も上にね、ブレイクはしておりますから、形としてはものすごく良かったんですけど、ちょっと圧力に負けてね、今落ちてきているので、それがちょっと嫌なね、形にはなっておる次第でございます。ちょっとビットコインね、頑張ってくれていたら、まあイーサリアムもね、上がっていったのかなというふうに思うわけでございますけども、まあちょっと4時間足とかも見てみましょうか。まあ、短期的にはね、安値をぐぐっと切り上げているような状況ですから、こういったトレンドラインね、引けるような形。それ加味するならば、中期の移動平均、$1,900ちょうどあたりかな。このあたりもちょっとこう、支えになる可能性がありますけども、やっぱり1850を割り込むと、短期的な4時間足レベルの、短期、中期、長期、すべて移動平均下に割り込んでる状況でございますから、より一層ね、上値を重くしてくる可能性がありますから、やっぱり$1,850を割り込んだら、これは損切りの方にね、入っていくのがいいんじゃないかな、というふうに思いますので、ここはよろしくお願いいたします。はい、で、次行きましょう、次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。皆様の、皆様の大好きなアルツの、アルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい。リップルなんでございますけれども、ただいまの価格が $0.48478 付近をね、推移しているような状況でございます。で、下から2番目のマック D 線を見ていただくとわかるように、まあね、最近は上げがある程度こう続いていてね、まあ、陰線もつけているわけでございますけれども、この大陽線でございますよね。3月の大陽線が、やっぱりある程度ね、機能していたのかな。マック D 線もゴールデンクロスを起こしかけているような状況。まあ、上向きに、ね、なっているのはいいんですけれども、やっぱり上値がね、これも、月足の短期、中期の移動平均、そして$0.506付近かな、この黄色のラインで、しっかりガチッと押されてるんでね、ちょっと嫌な感じ。だから、まあ、どうでございましょうか。先月、先々月とかもね、やっぱりこう、上のヒゲは伸びてるんだけれども、実体で、なかなかオールクリアできていないところ、実体がだからなかなか伸ばしきれていないところがあるんで、そういったところも加味して、さらに言うとさっきも言ったように、ちょっと上値を重くするラインがね、こう密集しているので、まあ少なくともですよ、今月7月はこの黄色のライン上 $0.5以上でね、この足を確定してくれればまたこう来月の上昇の目に入っていけるのかなと。ただこの実体部分をオールクリアするような状況 $0.52とかね、そのあたりで閉じてくれるのが一番、このリップルにとってはね、ものすごくいいような状況に傾いていくんじゃないかなというふうに思いますので、とにかく長期目線で見た場合は$0.52以上での足確定っていうのが今月必要になるかなというところ。来月以降の価格を伸ばしていくためにはね、今月ですよ、だから $0.52っていうのが必達ラインというところでございます。で、そこに行き着くまでにいろんなね動きが出てくるとは思うんですけれども、一定冷やしの落とし込んでいきましょう。今ねサポートとしてある程度機能しているのは、一旦逆三尊として機能していたネックラインを逆にサポートとして転換してるんですよね。ただ右下がりですから、今ズル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 落ちてきて高値も切り下げているような状況ですから、まあ今なんとか支えが入ってるここ、$0.475付近かな、このラインをある程度割れてしまうとズルっとね$0.45あたりをもう一回叩いてくるような形で、これを割れ込んでしまうと、やっぱり、こうね、日足レベルで見てもある程度わかるかなというふうに思いますけども、かなりのダブルトップがね、やっぱりこう、意識されてくるかなと、いいですか ?0.475 付近を割れ込むと、$0.45あたりにチャレンジ、下値を探ってくるような形。で、これまで割れ込んでしまうと、ダブルトップのネックライン。はい。ダブルトップのこの支えのラインですよね。この支え、ごめんなさい。ネックラインじゃなくて、支えのラインですね。この支えのラインの 0.42 アタックに入ってきて、これ割れ込んでしまうと、一気にね、弱気な意識がかなり、まあ、傾いてくるんじゃないか。ここで耐え切れば、ある程度この、下は 0.42 で、上に関していくと、0.56でのレンジっていうのがね、こう意識されてくるんじゃないかなというふうに思うんですけども、これまで割れ込んでしまうと一気に弱気の流れがね、加速していって、売り込みが入ってね、最悪本当にもう一回 $0.3 付近を叩きに来る可能性がこれありますから、そこはね、やっぱりこう注意をね、しておいてほしいところでございます。よろしくお願いいたします。とにもかくにも、0.42 まで落ちてきたら、ダブルトップの支えが意識されて、割れ込んでしまうと一気に弱気のね、イメージがふつふつと湧き出て、バリバリーとね、0.3 まで落ちてくる可能性がある。そこまでは、ここで粘り腰でいくんであれば、レンジがね、作られて、もう一回上を目指していく展開になっていく可能性があるっていうのはね、ここは意識しておいてください。はい、で今日の最後いきましょう。今日の最後は一気に下に行きますよ。ペペをね見ていきたいなというふうに思います。いきましょう。ペペなんですけれども、ただいまの価格が下6桁、168,300 あたりをね推移しているような状況で、この通貨に関してはまあ冷やしでいいかな。冷やしで見ていきましょう。一気にね、上昇の流れが出てきたわけでございます。で、短期の移動平均線
点が冷やしレベルですよ。中期の移動平均ね、下から上にゴールデンクロスを起こしておりますから、もし落ちてきたとしても14万4000あたりかな、このあたりが今サポートラインとしてね機能してくる可能性のあるラインとしては押さえておいてください。でやっぱりもともと引いていた19万2000、まあ、この青いラインですよね、なかなか実態として抜けきらずに頭を押さえて、いる、ところですから、これを抜けてくればね、もう一段上、雲の上端値23万4000とか3000あたり、23万半ばぐらいをぐっとね一気に狙ってくるような流れが出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、もしね短期的にペペ入っていきたいなと思う方は、まあ19万3000を超えてからのロングインっていうのは一つありかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。安値も切り上げ、高値も切り上げているような状況ですから、一旦ちょっとこう沈み込んでね、上をもう一回狙っていく、そのタイミングでパーンとね、上にブレイクしていってからの、跳ね上げっていうところが想定できる、まあ、想定できる可能性がありますのでね、そういった意味でも、19万2000を超えていけば23万4000、5000ぐらい半ばぐらいをね狙っていけるような上昇取れるんじゃないかなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、それではね本日の配信は以上となります。そして明日の配信なんですけども、ちょっと明日がねごめんなさい、また一日おきになってるんですけど、ちょっとリアルワークの方がね、結構最近またこう忙しくなってきておりまして、ちょっと配信がねまだこうできるかどうか、定かではないので、もしできなければね、またツイッターの方である程度こうニュース関係とかチャート系とかを流していきますからね、ここはよろしくお願いいたします。はい、それではね本日の配信以上となります。またまた皆様次の配信でお会いしましょう。ではバイチャ。